おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回は PS 関連のニュースを中心に確認していこう。マリオの映画見たのとケアキンの発売が近いこともあって、任天堂関連ばっかやっていたわね。PS 陣営にも盛り上がってほしいところだからな。いろいろ遊ぶとなると時間問題も深刻だけどね。まあ、興味深いお話は大量にあるので、気負わず見ていただければ幸いだ。6月に向けて、容量の空きも用意せなあかん。そのあたりの情報もまとめてみておくか。それじゃあ、ゆっくりしていってね。さて、まずは4月の PS ダウンロードランキングが出とるぞ。ほうほう。PS5 から見ていこう。モンハンライズが1月に1位取ってから再び舞い戻ってきたわね。言うまでもなく大型拡張コンテンツのサンブレイクの主要解禁が要因となろう。混沌に埋めくゴアマガラが登場するバージョン13までのアップデートを実装。バージョン14以降は夏以降にまとめて配信が予定されている。まだまだ新規ハンターも多くなりそうね。連休中に狩猟を楽しんだ人も多いだろうが、暑くなる時期も注目となろう。そして、2位は先月1位のバイオハザード RE4。両リメイクにして、今年を代表する作品なのはもう確定。この流れでコードベロニカも RE エンジンでいかがでしょうか？そういう声はあるが、ストーリーのボリューム的にまあまあのハードルだがな。バイオハザードの次の展開としては、CG 映画のデスアイランドとなるし、ここでの盛り上がりも重要になろう。こっちも見に行くぜ。3位はスターウォーズジェダイサバイバー。PC では最適化不足で低評価も多かったわけだけど、前作からのファンの皆様からは評価されているわね。戦闘はソウルライクな要素をメインにしつつも、スターウォーズらしさは盛り込まれているからな。ジェダイの追体験という意味では最高峰の作品だろう。今後、PC の最適化も進む中でコンソール版でも改善も期待できるし、まだ評価が確定はせんだろうな。こっちも落ち着いてからやり込まなあかんな。続いて4位は溶鉄の丸風車。並みいる大作たちの中に入り込むインディータイトル。もともと、Steam で2021年にリリースされた非常に好評な作品だ。PS、Xbox、Switch などのコンソール版の配信は4月6日。シューティングとタワーディフェンスを組み合わせたゲーム性で、パワーアップアイテムにランダム要素もあり武器の耐久度やお金のリソース管理も必須となる。この手のリソース管理は大好きやわ。しかもマルチエンディング要素もあるので、繰り返しプレイできる。そりゃ売れるわ。価格も1180円とお手頃だからな。気になる人はチェックしておいてほしい。5位はホグワーツレガシー。こっちも根強いな。PS4、Xbox One 版も出たわけだが、おおむね、ゲームとしては完成されているので内容の問題はほぼないわけだが、最新のパッチのダウンロードが必要となり、こちらの容量が 30GB ほど。結構容量食うな。Amazon ではオフゲーなのに、遊び始めるのにオンラインが必須になることに苦言を呈しているレビューはあるな。通信環境が脆弱だと結構な壁かもね。今後、遊びたいと思っている人はあらかじめ空き容量と通信環境は確認しておこう。私たちにとっても結構切実な問題です。ランキングに戻ろう。お次は PS4。1位がファイナルファンタジー6になるとはね。6位に5。11、12位に4と3。14位に初代となるな。残念。2がランクインしなかった。成長システムが2が一番独特だからな。サガシリーズの系譜でもあります。こちらもぜひ。バンドル版を購入しているわけだが、プレイ状況はどうだ？なかなか、縛りプレイに取り掛かれないわね。とりあえず、5と6を普通にプレイしております。普通のプレイでもまあまあゲームオーバーしとるやないか。しょうがないわよ。過去の記憶で無双プレイできると思ったら。まあ、きっちりやられるわね。真っ当に攻略すると決してぬるくはないからな。とりあえず、ブースト機能もあるし、カスカスになるまでプレイしてまいります。2位はロックマンエグゼアドバンスドコレクションとなるな。パッケージ版は品薄状態もあったしね。売り上げではスイッチ版の方が優勢とはなろうが、PS 版の売り上げにも注目だ。3、4位にバイオ RE4 とモンハンライズ。5位にマイクラとなるな。マイクラやっぱり強し。PSVR2 は3月に続き、カヤック VR ミラージュが1位となるぞ。PSVR2 はさらなる目玉タイトルをなしゃす。基本無料タイトルでは今月は原神が1位。この辺のランキングは大きく変わらないわね。注目は5位のフォールガイズだな。5月10日より始まるシーズン4より、クリエイティブモードが実装される。
プレイヤーが障害物などを自由に配置して独自のラウンドを作成できるエディタだ。めっちゃ楽しそうやん。世界中に数多いるプレイヤーの創造性が世に放たれることとなる。シーズン4ではクリエイティブモードを使って作成された50以上のラウンドが順次実装されるとのこと。相当鬼畜なラウンドもありそうね。まあ、マリオメーカー同様に作成したプレイヤー自身がゴールまでテストプレイする必要がある。とはいえ、私のような初心者には厳しそう。バランスやプレイしてて楽しいラウンドが評価されるだろうし、本作のクリエイティブディレクターも、開発者には思いもよらないようなアイデアで作り出したラウンドの登場に期待している。としている。クリエイティブモードを紹介している動画のリンクは概要欄に貼っておこう。よし、私も作ってみるか。テストプレイクリアするのに、相当時間かかりそうだな。またダウンロードランキングは定期的に見ていこう。そして、こちらは非公となるが、以前にお伝えしていたように、PS プラスの PS5 用サービスだった PS プラスコレクションの配信が、5月10日をもって終了となった。実際に確認したけど本当に終わってたわ。PS4 の名作たちが追加費用なしでプレイできるサービスだな。入手したタイトルは、PS プラスに加入している限りプレイできるのでそこは安心していい。しかし、なかなかの良サービスだっただけに残念。エクストラ以上のサービスのゲームカタログと役割が被る部分もあったからな。性質上、おねだりばっかにはなるけどさらなるインパクトは欲しいわね。6月にはこちらも大きな動きがあるかもな。こっちも PS ショーケースの配信となるのかね。ショーケースとなるかは現時点ではわからんが、大型の発表が確実にあろう。こっちも噂レベルでガンガンお話しきているわね。一応海外メディアの記事を引用すると、記事は概要欄にリンクを貼っております。早ければ5月末、6月初めに開催とのことらしい。さすがに時期は話半分で聞いてた方がいいわね。個人的にはファイナルファンタジー16を押し出すなら、6月3週だと思うんだけどね。まあ、時期については待つしかなかろう。大きな発表としては、スパイダーマン2の詳細は確実に来るだろうし、海外だとメタルギアソリッド3のリメイクが来るのではと話題になっている。こっちも来るなら大歓喜だけど、まだ冷静でいたいわね。あとは、外付けディスクドライブの新型 PS5 もどのタイミングで発表になるかだな。秋、冬頃に発売なら、そろそろだけど対策ソフトの発売タイミングもあっていろいろ難しそうね。正直、このあたりも妄想の域を超えんので具体性のある情報をまとう。噂話は嫌いではないけど、さすがに最近多すぎるわ。それで破確定情報。発売が迫るストリートファイター6のオープンベータの開催が決定した。ほうほう。5月19日より5月22日までの開催で、誰でも無料で参加可能。使用できるキャラはクローズドベータと同じ8キャラ。これはやっておくか。参加条件として、カプコン ID と対象プラットフォームのアカウントの連携が必須となるので、登録手順を紹介している公式ページの動画のリンクは貼っておこう。チュンリーでやってみるぞ。クローズドベータのクラック版の話などもあったが、さすがにカプコンも対応は進めていよう。ここからの不正は遠慮なくワンキルしてください。格ゲーのくくりでは、もう一つ注目タイトル。ホロライブのファンメイド格ゲーであるアイドルショーダウンが好評だ。ファミ通の記事を引用するが、ダウンロードは20万突破。同節1万超えとなっているぞ。ちゃんと格ゲーだし、チュートリアルも充実。何よりこれが無料で遊べるのがすごい。やり込むとなると格ゲーとして半端なく深いが、気軽に遊べるし、小ネタも満載だな。まだ、オンラインにはいけねえな。多分ボコボコにされる？まあ、無料だし 2D 格ゲーに親しんだ人ならホロライブに詳しくなくてもプレイをおすすめしたいな。ホロライブファンの皆様は言わなくてもプレイしているだろうしな。さらなる盛り上がりもあるかもだから、プレイスキルは上げておけ。課題が日に日に増えるな。課題といえば、PS の容量問題もあるわね。私事とはいえ、PS5 の容量がパンパンなのよ。ストリートファイター6とファイナルファンタジー16を収める容量は必要になるわね。スト6は 60GB ほど。ファイナルファンタジー16はまだ容量が確定はしとらんが。相当の容量とはなりそうだぞ。予想としては現状15の PC 版の 100GB ほどあると想定しておく。半端ねえな。こういう心配しているゲームチャンネルなんて稀だろうがな。基本カツカツでやっているのよ。内蔵 SSD の増設とか面倒くさいし。決してお安くもないしな。比較的安価な外付け SSD を使用しておりますが、
外付けに入れた PS5 のゲームデータはそのままだと起動できません。PS4 のゲームは問題ないので、こっちは外付けに移していこう。それやった上でカツカツなのよね。費用面で増設が厳しいなら、いっそのことダウンロードしているゲームデータの断捨離は必要かもな。購入したものなら、再ダウンロードも可能だしな。PS5 を入手して半年でこのフェーズに来てしまうとは、いろいろダウンロードしまくったってのも原因だろ。ゲームカタログ覗いているとついね。ご利用は計画的に。ってことね。ファイナルファンタジー16が発売になる前に断捨離模様はお伝えすることになりそうだな。しかし、その作業苦手やわ。お金をかければ問題ないお話だが、現実的に考えていこう。これもいわゆるリソース管理だ。貧乏くさいチャンネルですが、楽しくゲームをしてまいりますのでよろしくお願いします。さて、PS 関連のお話を中心に確認してきたが、ティアキン発売後はやや浮気がちになると思われます。一応、そうなる前にもう一本予定しているのでよろしくなんだぜ。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。日曜日に定期更新しているので、今後ともよろしくなんだぜ。